私がテストしているのは、省エイが今年2012年の8月から販売を開始した新型オープンフェイスタイプヘルメット J クルーズです。最大の特徴は何といっても、前回ご紹介した新型のシステムヘルメットネオテックから引き継いだ利便性に優れるサンバイザーを内蔵しているということです。ヘルメットにサンバイザーを内蔵する場合、シェル、つまり防体全体を大きくするか、サンバイザーを格納する部分の衝撃吸収材、ライナーを薄くするか、そのどちらかが一般的なんですけれども、 J クルーズの場合は防体をコンパクトに美しくデザインしつつ、安全性も落としたくないという目的で、このヘルメットの額の部分、ちょうどこのサンバイザーの格納するこの部分だけ少し盛り上げているんですね。まあ、これはまあデザイン上のアクセントにもなっているんですけれども、こういった努力の末にこのコンパクトな防体が実現しているわけで、この J クルーズ、おそらくツーリングバイクのオーナーやクルーザータイプのバイクのオーナー、そういった方々にも人気が出るんじゃないかなと思います。今日はですね、実は基本的には晴れてはいるんですけれども、ご覧の通り非常に雲が多く、時々その雲の隙間から強い日差しがライダーの目に飛び込んでくる、そんな環境なんですけれども、早速ですね、このサンバイザーをテストしてみたいと思います。操作方法はネオテックと同様、このヘルメット左側に設けられたこのレバーで行います。それではちょっとやってみます。はい、こんな感じですね。ツーリングなどで、まあ、高速道路上のトンネルの通過、そういった時に手軽に出し入れできるという意味では、とても便利な装備なんですけれども、今日のように、まあ、日差しが強いだけではなくて、一定しない、こういった時でも便利な装備だなと、そういうふうに思います。そしてまたこの省エイのサンバイザーに関して言えば、便利というだけではなくて非常に高精度に作られている、これが大きな売りだと思います。欧米のサングラスの規格をクリアしているということで、おそらくヘルメットの装備品のサンバイザーとしてこれだけ精度を追求しているものっていうのは他にはあまりないんじゃないかなと思います。そして省エイがそれだけ精度を追求した甲斐もあってか、このサンバイザー非常に使い心地がいいですね。正面を見た時だけではなくて、例えば後方確認のように横目遣いになった時、こういった時もこのサンバイザーを通して見る景色に歪みっていうのはほとんどなくて、ナチュラルな視界だと言えると思います。コントラストが強調されて、あらゆるものが非常にくっきりと見えるというのがいいところですね。そしてこの J クルーズの開発に合わせて新開発されたこの大型の CJ2 シールドですけれども、高さの方は約10ミリ、1センチほど延長され、ちょうど顎の先端まですっぽりとカバーしてくれるぐらい、それぐらいのサイズになりました。このシールドの特徴は何といっても精度が非常に高いということです。景色の映り込みが少なく、そして歪みがない、これをですね、目標に開発したそうなんですけれども、その目標を達成するために、まあ、例えばシールドの表面と裏面の曲率を微妙に変えたり、そして場所によっては厚みを変えたり、そういった細かなチューニングが施されているそうです。まあ、前作のネオテックもそうなんですけれども、今回のこの J クルーズのようなインナーサンバイザー付きのヘルメットの開発にあたっては、おそらくこのシールドの精度というのが大きなテーマだったんじゃないかなと思います。というのもですね、このウィンドシールド、そしてインナーサンバイザー、そして大型のピンロックシート、メガネをかけている人もいるでしょうから、ライダーによっては最大4枚ものレンズが目の前にあるということで、このクリアな視界、これはですね、シールドであったりとか、このサンバイザーであったりとか、こういったものの精度が非常に高い表れなんじゃないかなと思います。そしてまたこのシールドの先端の方を注目していただきたいんですけれども、複雑な造形となっていて、ちょうど、リップ状というかくちばし状というか、この形状によって風の巻き込みを非常に効果的に防いでいると言えると思います。そして今回のこの新作シールドに関して言えば、このリップ状の折り返しが追加されたことによって、シールド全体の剛性がかなりアップしているような気がします。こういったシールド周りからのノイズもきっと少なくなっているでしょうし、そしてこのリップが高速走行時にはスポイラーの役割を果たして、ヘルメット全体の安定性を高めるのに相当貢献しているんじゃないか、そんな印象があります。ちなみにこのシールドのこのリップですけれども、高速道路上でちょっとにわか雨に当たった時に気がついたんですけれども、雨天の時も役に立つようで、雨水がシールドの下まで降りてくるわけですけれども、このリップ折り返しがあるおかげで一旦ここに水を蓄えるんですけれども、ちょうどこのリップが雨どいのような役割を果たして、ここに溜まった水は走行風によってきれいに両サイドにこう流されていく、そういった効果もあるようです。そしてこれに関しては待ち望んでいた人も多いんじゃないかと思いますけれども、オプションではありますけれども、大型のピンロックシートが装着可能となりました。季節や気温によっては
開放感に優れているオープンフェイスタイプヘルメットといえども、シールドが盛大に曇るということはよくあるわけで、大型のピンロックシートがオープンフェイスタイプヘルメットにも装着可能になったっていうのは、安全性という意味でも非常に大きな意味を持つんじゃないかなと思います。今ご紹介した通り、この J クルーズシールド周りは非常によくできているんですけれども、気になる点も1点だけ。それはシールドの開き加減を調節できないということです。今回の大型のこの CJ2 シールド、顎の先端までこうすっぽりと覆ってくれるような形状になっており、そしてリップもあるために風の巻き込みも少ないんですけれども、その反面フレッシュエアーの流入も少ないというか、口元の息苦しさを感じやすい形状になっていると言えます。そういった時に、例えばシールドを1段か2段少し持ち上げておくことができれば便利なんですけれども、今回の J クルーズではそういったこともちょっと難しくなっています。まあ、これに関しては好みの問題だと思いますけれども、私はやはりシールドの開き加減というのは何段階かに調節できた方が良かったんじゃないかなと、そう思います。今日もこのワインディングに到着するまでに高速道路を乗ってきたんですけれども、高速道路、そしてこういったワインディングを通して、やはりこの J クルーズ非常に静かなヘルメットだなという印象が強いです。でこの静粛性をもたらしてくれているのが随所に凝らされた工夫の数々なんですけれども、まずこの新型シールドを稼働しているピボットなんですけれども、これは近年の省エイが対応している可変軸のダブルアクションのピボットとなっています。ちょうどシールド全体が膨大シェルにこうグッとこう密着するような形で締まるというような仕組みになっていて、これによってヘルメット全体の気密性を高める、そういった工夫が凝らされています。さらに静粛性を高める工夫として、ライダーの耳が収まる部分にはイヤーパッドが内蔵されています。このウレタン製のイヤーパッドは不要なスペースを埋めて耳周りの音の反響を抑えるという効果があるんですけれども、実はこのイヤーパッド着脱式となっていて、取り外した時にはインカムや無線機などのヘッドセットのスピーカーを収めるのにちょうどいいぐらいのスペースが空くようになっているんですね。さらにネオテックでも採用されていましたけれども、サンバイザーを上げ下げするレバーの前方にリブが設けられていて、このレバーに直接走行風が当たって音を立てるのを抑制する、そんな工夫も凝らされています。細かい部分ではあるんですけれども、よく見るとアイポートの縁ゴム、いわゆる窓ゴムですね、そのリップが二重になっているんですね。これもヘルメット全体の気密性を高め、ノイズを抑制するのに貢献している、そんな装備だと思います。まあ、ざっと見ただけでもこれだけの工夫が凝らされているわけですが、省エイは自社で空洞実験設備を持っているので、例えばヘルメット全体のフォルムや細部の形状、そういったものも細かなチューニングが施されていると思います。ベンチュレーションもよく効きます。操作はネオテックなどと同様、このインテーク、そしてアウトレットのカバーを直接スライドさせる方式となっているので、このあたりは直感的で迷うことがないと思います。安全装備に関して言えば、このチンストラップ、顎紐を留めるバックルはネオテックと同様のマイクロラチェット式のバックルとなっています。ヘルメットを装着するたびに締め具合の微調整ができる便利な装備だなと思います。そしてまたこのマイクロラチェットですけれども、締めた時には必ず2つの爪が噛み合うようになっていて、万が一の際も簡単に外れてしまうことがないという仕組みになっています。内装のフィット感も非常にいいですね。フィット感がルーズとなりがちなこの首筋の上の部分、このあたりも均一にホールドしてくれているので、ヘルメットのブレが全くない。これはまあ高速走行時のヘルメットの安定性にも寄与するでしょうし、このあたりのチューニングもやはり省エイらしいなと思います。オープンフェイスタイプのヘルメットというと、通勤や通学、街乗り、そしてショートツーリングなど軽い用途にも用いられることが多いわけで、そういったヘルメットに省エイが、例えば非常にこの使い勝手のいいサンバイザーや大型のピンロックシートのオプション設定など最新の装備を盛り込んできたというのは、やはりそういった日々のライディングを安全に楽しんでほしいというメッセージが込められていると思います。そういう意味ではこの J クルーズ、大事に使いたくなるヘルメットではあるんですけれども、日々のライディングの中でガンガン使い倒すのがこのヘルメットには似合っているような気がします。